もうちょい左寄らない、ちょっと待って真ん中すぎない。どうもこんにちは。こんにちは、私、もやとよったかです。はい、今日は何のお知らせかって言いますと、はい、こちらですね。じゃん、今現在着ている T シャツ、こちらが、5周年記念 T シャツということで、私の YouTube 活動5周年を記念して作りましたということで、もうですね、モンストの動画から始まり、今となってはダーツ系 YouTuber みたいな形で活動をしてまして、5年、長いね。あー、5年ですよ。もう赤子も幼稚園ですよ。フィフスアニバーサリーですね、5周年で、ダーツのクリケットの5カウントで5を表して、ここ胸にワンポイント入れました。で、背中はですね、背中にも、はい、こんな感じです。モヤの王をクリケの3マークにして、で、ここに感謝のメッセージを込めてあります、うん、いつも視聴してくださってありがとうございますみたいな感じで書いてあります。ここにいいデザインですね。そうです、これちょっと左寄せにしてる感じがおしゃれでしょ、ね、おしゃれ。いやでも普通に着やすそうな感じだしね。いやもうこれはシンプル ねシンプルで自分が着たいデザインっていう意味合いでもやっぱデザインしたんで、うん、あ、ちなみにこれはサンプル品になってるので、現物はなんとなんとなんとこれよりもさらに1センチ下に下がります。これ細かいこだわりがそう、そう、これちょっとね位置がね高すぎるなって思ったので、はい、これが1センチ下がるんで、もうちょいあの下がります、はい、ということで、これが5周年 T シャツで、俺こんな T シャツ欲しいなって言って生まれた T シャツがこちらです。これですね、一回まあ動画できてたんで、そう、これよったかデザイン、まあ、テーマがあるんだよね。そうですね、まあ、これ、まあ、ダーツやってる人ならまあ分かるんですけど、まあ、クリケットのマークなんですけど、まあ、クリケットやっててホワイトホースってあるじゃないですか、3頭ともトリプルに入れるっていう。それであらかじめ1マーク入ってるところにトリプル入っちゃうと2マークってカウントされちゃうんですよね。だからトリプルトリプルトリプル入ったのにバンバンバンってなって、あれホワイトホースじゃなくて何これってなっちゃう時の気持ちがこれですね。馬じゃない T シャツ、うわっ馬じゃないっていう気持ちはすげえわかるんだけど、馬じゃないでこいつがね、なぜか豚です。これがよくわかんないけど、正直何でもよかったんですけど、まあ何でもよかったんだけど、まあ豚っぽいなみたいな感じで。そうですね、なのトースのポーズ、白と黒でノットポークノットポークじゃねえノットホース T シャツノットホース T シャツは、販売されます。はい、はい、で、僕が着てるのが、これ M サイズですね。ただあのちょっとちっちゃいかな、僕身長177センチで、うん、今着てるのが M なんで、これぶっちゃけ今ちょうどぴったしなんですけど、多分洗濯したら一回ちっちゃくなると思うんで、おそらくあるかいや T シャツは全部なるよ、ほんのちょっとだけ下がるから。だから丈はどうなの、丈は全然、着丈はもう全然もうぴったしだけど、ああ丈はいい感じ。そう、最近ね、やっぱね、俺もそう、最近俺も結構ビッグシルエット、大きめのサイズで、ね、ゆるく着るから久々にタイトな感じ着たけど、でも M でも十分、うん、本当ぴったし。あ、そうですね。黒はこれは L サイズ、これは XL。 あ、XL なんだ。白が L だよね。そう、あれ XL、 XL でこんなんだ。うん、あ、でも XL でも十分だね。 XL も全然悪くない大きさですね。ちなみに寄高さん183センチ、82かな、82センチあるの、でかいんですよ身長。多分俺が来たらこのここが多分肘のここら辺に来るんだよね、多分。Lもじゃあ着てみます。 L も着ます。じゃあちょっと待ってください。ああ、まあでもそうなんだ。はい、これが L サイズですね、うん、なんかそこまで買わないの、うん、なんかやっぱちょっとあれなんで、やっぱゆったりしたいなら XL の方がちょうどいいかもしれないな。ああ、うん、ちょっともう着込んでるからシワクシャやん。今日洗濯してきた。あ、洗濯してきた。シワシワ。あとね、生地にもちょっとこだわって、お、着やすい生地を選びました。そうですね、なんか、はい、
申し訳ないけど3年2年前ぐらいに出した俺の T シャツは1回洗濯したら死んだ、うん、マジであの時のあの T シャツを買ってくれた人には本当にごめんっていう気持ちがいっぱいある。そんな悪かった？そんなね、悪かったね。相当質悪かったあれ。あの今回はすごい素材も選んで、あのすごく着やすい、あの超適度な厚みもあって、で丈夫丈夫、うん、そうですね、正直まあ1年くらいは結構着れるかなって感じですね。着れる着れる着れる、まあ、ダーツね、年がら年中半袖ですからね、うん、そうですね、はい、なのでこれを着て皆さんに投げてもらいたいなっていうのが、はい、はい、僕の気持ちでございます。ちなみにサイズ展開の方は M から XXL まで。ああ、結構じゃあ大きめの人にも対応できる、ね、そうですね、わがままボディの方で、はい、で気になるお値段ですよね。お値段ですね、皆さんお値段の方が気になると思うんですよ。はい、今回は3200円、3200円です。お、まあ、なぜかっていうと、まあ、残忍ないやれ、僕の年齢が32歳なんで、ああ、いろいろかかってるんですね。いろいろかかってて、はい、3200円で、販売させていただきます。で、購入方法なんですけれども、はい、ブースというサービスを利用して販売します。そのブースのリンクは概要欄の方に、ございますので、そちらから、飛んでいただいて、ちょっとだけちょっとだけ手間になっちゃうかもしれないんですけど、そのブースのアカウントを作っていただいて、それで購入できるような流れとなっております。支払い方法なんですけれども、カード、銀行振込、コンビニ支払い、この3つ、あとなんかペイジーとかもなんだっけな、なんかまああるんですけど、なんかいろいろちょいちょいちょいあるけど、まあ主だってまあこの3つ、そうですね。もう1個なんか購入発送時期がですね、あ、なるほど、ちょっと作り方が予約販売って形をとってまして、日付はまあテロップで記載させていただくんですけど、まあ、この期間の間に予約していただいて、その数を、生産して発送という流れになるんで、受注生産です。まあ発送時期が予約してからおそらく1ヶ月ぐらいちょっと見ていただくことになっちゃうんですけど、そこはちょっとご了承いただけますか。すいません、申し訳ないです。夏が終わる説があるっていう。まあ、うん、さっき言った通りね、まあ、夏はね、そう、年中半袖ですから、そう、年中半袖ですからね、ほんと。で、ちなみにね、これね、あの6周年になったら、ペッツ7周年になったら、ペッツそれ毎回やんだね。そう、毎回だから10周年になったら、あの、どうしようって思う10周年どうしようかなと思って、というような形で T シャツの方をですね、今回5周年に合わせて作らせていただきました。ということで、多くの方に買っていただけたらと思いますので、はい、ぜひこれを機にご購入いただければと思います。あの、僕の5周年おめでとう、お祝いを兼ねて買ってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、 T シャツ販売のお知らせでした。ご視聴いただきありがとうございました。またのご視聴よろしくお願いします。それではバイバイバイ。流行りが出ればとりあえずやる、踊りが出ればみんなで叩く、エロサムネで再生伸びる、洪水が徐々になくなってく、なぜかみんな髪の毛